皆さんこんにちは。こんにちは。長野の大須から超絶元気発信オスオスアイドルの OSU です。はい、OSU の黄緑色担当アミーゴこと夏子アミと、はい、OSU のひまわり色担当ユアナことこなちゆなです。そしてプロ棋士の柳沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前回言った通りね、はい、今回は私とユアナで実際に5番を使って対局していきます、はい、イエイ。でその前回ね打ち方を学んだんですけど、はい、どうでした私たちも。あ、もう見違えるように上手くなりましたね。あ、やった、はい、ありがとうございます、はい。そしてもう一個ちょっと付け加えたいことがあって、うん、せっかくいい打ち方を学んだので、はいはい、打つ場所が決まってから石を持って打つというのが大事ですね、はい、はい。持っといてこう迷うよりも、うん、その方がいい手が打てます。へー、はい、確かに結構持ってね、はい、そうですね、ここで悩んでます。せっかくいい打ち方をね学んだので、はい、そこも心がけていってもらえるといいんじゃないかなと。こう5番どこからでも打っていいんですけれども、はい、まあ、最初はこの隅から打つっていうのは伝えましたよね、はいはい。でその中で、まあ、こう4つある隅のうちに右上から打つというのは一応マナーといいますか暗黙の了解みたいな感じになってます。別にどっから打っても別に反則にもならないし、どっから打ってもいいんだけれども、第1手目は右上の隅から打つと、いうのが、なんていうんでしょう、暗黙の了解というのが一番しっくりくるのかな。別にルールではないんだけれども、みんな昔からそういう風になってるんですね。へー、はい、まあ、右上隅って言うんですけどね、右上隅、第1手目は右上隅から打つということで、はい、それでは、はい、お願いします。ではお願いします。お願いします。どうしようって感じです , 笑ってきます、落ち着いて。真剣取られちゃいます。緊張して、はい、とりあえずそこでね、そうですね、取られちゃいます。取られちゃうんですけど、うん、はい、いい判断ですね、はい、それはもうしょうがない、取られちゃうのはしょうがないですね。そうですね、じゃあ取ります。はい、はい、うっかりしましたか。うっかりでした。やった、これは。いやでも、まあ、違うわ、まあ、違う、まあ、うん、まだですね、はい、うん、これはでも、え、はい、あ、素晴らしいですね、はい。素晴らしい。
気がつきましたか、そこがうまいことに。なんかちょっと危なそうだなっていう斜めが。そうなんですよね、そこにやられると危ないんですよね。そうですね。どうしよう、なんかこっちの方攻めたいんですけど。いいですよ、やってみても。やってみたい。そうですね、だいぶ5番が、ね、広くなりましたからね。はい、はい、ちょっと広さを使っていきたいんですけど、はい、全然ちょっと分かんないわ。こんなところから来た。お返しで。来たね。複雑になってきますね。ちょっと何をしてるか。ちょっとよくわかんないかな、ちょっと。いや、いいんです。全然いいですよね。これは。これヒントも出せないですね。ちょっと、はい、うん、なんかね、そうですね、ご飯は広いですからね、仕掛けにこだわる必要ないです。うっかり。はい。ちょっともう、はい、やめよう。またね、そうそう、店じまいに、はい、お助けしたいです。はい、まあ、困った時に聞いてねと、あの言ってあったんですが、実は、はいはい、状況説明をお願いします。はい、どうしようか、ゆあやなちゃんがじゃ聞いてない状態にしましょうか。一旦じゃあちょっと席を外していただいてよろしいでしょうか。まみちゃんだけに説明します。はい、はい、続きは後半戦で、皆さんお楽しみに。